どうもこんにちは。今日はですね、ブックレビューをしていこうと思います。今日のテーマはこちらでございます。ダーリンは外国人 with ベビーですね。トニーとサオリの爆笑子育てルポ、小栗沙織さんとトニー・ラズローさんの本を読んだ感想をレビューしていこうと思います。なんで読んでみたかっていうとですね、もともとこのダーリンは外国人っていう本が、よく人気で書店などで見かける機会が多かったんですけども、よく見てみると、この with baby っていうフレーズというか文字があってですね、これは、ちょっと面白そうだな。日本の子育てと外国の子育て、どういった違いがあるのかな、という期待なんかがあって、この本を読んでみたんですけども、感想としてはですね、ちょっと肩透かしかなと思います。もちろんこの本自体の面白さっていうのは面白くて一気に読むことができたので、もちろんこのダーリンは外国人という本をお好きな方にとってはですね、本当に面白い本だと思いますし、そうですね、出産したお母さんにとってはですね、もちろんあるあるの話がたくさんあったりするので、私もこうだったな、大変だったな、こういうとこ大変だったな、こんなとこ大変じゃなかったけどな、とそういった楽しみがあるのかもしれないんですけども、おじさんとしてはですね、あんまりそのあるあるがないですね。なので読むんだったらそのファンの方と、出産控えてる女性とか出産後の女性とか、そういう方には面白いんではないかなというふうに思います。で、なぜこの先ほど最初に言った肩透かしと言いましたけど、それはどういう部分かっていうとですね、外国人要素っていうか、異国要素があんまりないっていうことなんですね。もちろんこの方今、住んでらっしゃるところはおそらく日本だと思うんでね、日本国内で生活してるんで、外国要素を求めるのはちょっと酷なのかもしれませんし、このご主人も、日本に長く住んでらっしゃるんだろうと思うんで、そこで外国要素というのを求めるのはちょっと違うのかもしれないんですけども、やっぱりもうちょっと外国要素あった方が面白かったんじゃないかなというふうに思います。このダーリンは外国人っていうのを私、まだ一冊も読んだことがないので、こういうノリっていうのだと思ってなかったっていうところがあったから、そのギャップが大きかったのかもしれないんですけども、外国の方だからある妊娠出産育児のあるあるみたいなのがですね、あんまりなくて、その辺はちょっと残念だったと思います。具体的に言えばですね、もちろんその子育て、その言葉の問題ですね、日本語にするか英語にするかとか、で、両方喋れるようにするのかとか、そういう悩みがあって、そういう話もこちらから出てるんですけども、そういうのは確かに面白いなとは思うんですけど、もうちょっとその外国要素があったらいいなと思いました。ひょっとしたらその、妊娠、出産、育児の部分っていうのは、人間の本能的な部分になるので、何人とかっていうのはあんまり関係ないのかもしれないですね。で、これも出産されたのは奥さんが日本人の方なので、で、日本で出産されてるんで、その異国風を出すのがなかなか出しにくかったのかなというふうに思います。できればそのですね、海外で日本の方が産むとかですね、そういう話だったら面白かったのかもしれないんです。はい。で、この本を読んでて、面白いなっていうか、勉強になるなと思ったのがですね、カンガルーケアについて書かれているところがあって、一口メモみたいなところにあったんですけども、カンガルーケアがですね、始まった、きっかけっていうのが載っていまして、
それを紹介するとですね、コロンビアで1979年に、保育器が足りなかったので、赤ちゃんをですね、保育器に入れられなくなった。で、それでお母さんに、無理やり抱かせたところですね、未熟児での、まあ、生存率が上がったりとか、養育拒否ですね、が減ったっていうような現象があって、まあ、本格的に研究されて導入されてきているという話なんかが載っていたので、そういうのは、まあ、ちょっと育児関係のですね、まあ、情報を今収集しているところなんで、面白いなというふうに思いました。まあ、具体的には本当にこれ、まあ、その、なんて言ったらいいんですよね。まあ、普通の日本人あるあるですごい面白いんですけども、うん。うん、そうですね。そういう感じでございます。なので、まあ、ぜひですね、その、まあ、出産後に、まあ、他の人の妊娠出産ってどうだったんだろうかなとか、本を読むのはちょっと苦手だけど、漫画だったらいいなと思われる方にはおすすめでございますので、一度読んでいただいたらいかがかなと思います。もちろんこの話の内容自体は面白いので、それはちょっと最後にお伝えしようと思います。今日も最後までご覧になっていただきまして、本当にありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。